はい、こんばんは。今日は2015年度の7月、高一の神経模試生徒。生徒から聞かれた問題です。これ見えるかな四角読むってやつ。二次関数 fx イコール x2 乗引く 2x たす 2a 引く4があると。ただし、a は定数とすると。1番、y イコール fx のグラフの頂点の座標を求めようと。2番、y イコール fx のグラフを x 軸方向に1、y 軸方向にマイナス2だけ平行移動したグラフを表す関数を gx とすると。y イコール gx のグラフの頂点の座標を求めよう。また、 x が0以上3以下における gx の最大値が5であるときの a の値を求めようと。3がちょっと難しいですね。t は正の定数とすると。ということは0より大きいということですね、t は。2のとき、2のときということは a の値が出たとき、それを代入して、それを使えと。2のとき、x が0以上 t 以下における gx の最大値を large m。最小値を small m とすると。このとき、large m+small m イコール8となるような t の値を求めようと。じゃあいきましょう。 えとまずこれは普通に平方完成してください。fx=x-1 イコール、x、1の2乗足す 2a-5。だから頂点は1、2a-5 ですね、はい。で2番。えー、gx の、これちょっといきなり答えを書きましたけど、要は頂点に、えー、と2番問題を読むと、x 軸方向に1平行移動だから、これが2になるんですね。で、y 軸方向にマイナス2だけ平行移動だから、これにマイナス2を加えれば、2a-7 ですね。これは回答です。 GX の、えー、と頂点ですね。で、また、えっ、ー、と、今の平方完成するとこうですね。いいですか。まあ、平方完成、もしくは展開したらこうと。ということは、結局、頂点2だから、で、X が0から3ですね。ロから三。X が0から3において、じゃグラフはこうですね。はい。じゃあ、あとは、g、最大値は G0 ですもんね。G0。ロから3以下。0以上3以下だから。g これが、えっ、ー、と、なんていうの と、最大値ただからまあ、最大値ですよ。これ、これだね。だから G0 計算したら、えっ、ー、と、2A-3 だから、2A-3 イコール5と。を計算してください。A イコール4と。はい。じゃあ A、A イコール4を3番で使います。じゃあ A、A イコール4だから、えー、GX はこうなります。X-2 の2乗足す1。つまり、X2 乗引く 4X 足す5と。じゃあ、まず、場合分け3ついきますよ。場合分け3つ。えっ、ー、と、まず、T が0から2。 の時とまあこれイコールはそう、あんまこだわらない方がいいですイコールはつけてもつけなくてもいい。ただし t は正だからイコール入れないですよ。こっちは入れない。でもこっちはあってもなくてもいいと。で、こういうグラフですよね赤。赤をたどると。0から t までだから。t が2。だから頂点の部分よりちょっと左側ということは、ラージ m がここ、small m ここですね。だから t が0から2の時は、こういうグラフ、この赤のグラフをたどって、ラージ m は g0。つまり5ですね。 small は gt つまり t 二乗引く 4t 足す5と。じゃあ、large m 足す sml m が8なんだから計算すると t が2足すプラスマイナスルートにただし t が今条件が0から2だから当然 t は2引くルート二としてください。はい、二番目。今度 t が2から4。まあ2以上か。だから2以上4よりちょっと左か。要はこの辺2から4の間と。で、これもイコールはね、あってもなくてもいいです。 こっちにつけたくなかったら1番にイコールつけてください。で、こっちにイコールつけたかったら3番にイコールつけなきゃいいだけで。あんまりこれはこだわらないでいいです。答えの方が大事なんで、これは答えじゃないんで,ですねこ。この場合分けは答えじゃないので。はい。じゃあいきます。2か、だから t が2から4の時って言ったら、まあ t がこの辺ですよね。そしたら large m がここ、small m がここですね。この赤をた、グラフは赤だから large m、small m。ということは large m は g0。small m は g2。 じゃあ、これ足すこれが八にならないので不適と。ですね。二番は。で、三番は t が四以上。だから、四も含めてそれ以上。で、二次関数のグラフっていうのは左右対称なんで、これが二でゼロだったら、こういうですね。四の時にゼロと、x がゼロと x が四の時、等しいので、y は。じゃあ、4以上だから、m、large m この辺と。じゃあ、最大値はラージ g e m、つまり gt ですね。スモール l m はえっと g2。っていうことは、gt と g2、それぞれこの値と。 じゃあ、ラージ M たすスモール m8 だから、これすこれイコール =8 を解いてください。で、条件 t が4以上だから t が2ト6と。いいですかね。あと、解答2つですね。えっ、ー、と t は2ト2と2ト6これは解答となります。いいかなはい、そこまでかな。じゃあ、以上か。はい、じゃあ、以上です。